まこなこです。さて今回から多分チャプター2になってるはずなので準備整えてやっていきたいと思います。では行きましょうか。多分今回からまた多少楽になると思うので気分的には楽になるかと思います。グリッド、ベーラムインダストリーからの依頼です。ウォルターが同社に持ちかけた中央表現におけるコーラル集積情報、その確証を得るためあなたに先行調査を依頼したいとのことです。広大なアーレア海を越える手段ですが、グリッド086の上層区画に備え付けられた大陸間輸送用カーゴランチャー、これを使い中央表現へと向かうことを提案します。グリッド086はドーザーと呼ばれるコーレルを構成新薬として扱うならず者の巣窟です。中でもラッドを名乗る一派は非常に好戦的な武器商人でもあり、道中は危険を伴うでしょう。私があなたをサポートします、レイブン。というわけで結局あの人は何なんだろうね。なんか人なのかそれとも精神体的なものなのかよくわからないけど、ここはどこかに到達、敵を撃破すると報酬加算。行きましょう。グリッドへの侵入方法はお任せください。システム解析や改ざんには多少の心得があります。これよりグリッド086に侵入します。システムにバックドアを作成、垂直カタパルト、ロック解除、スチームシリンダー接続、射出します。さあレイブン、仕事を始めましょう。勝手になんかナビゲーター見たくなってるけど、行きましょうか。マーカー情報を送信しました。上層につながるリフトを目指しましょう。とりあえず普通のアサルトとあとミサイル2種類、これが結構使い勝手いいかなと思うけど、着弾までに時間かかるのでもう一個比較的直線的に進むミサイル持ってきてます。で右の武器はアサルトで、左は格闘。格闘いらないかなっていう気もねしないでもないけど、せっかくなんで。なんかでっかいミサイルが今見えたけど、結局寄るんであればあんま撃たなくてもよかったような、ね、気もしないでもないけど、こんなもんか。まんま見ねえ面だな。ここが誰の島だか分かってんのか。うん、こっちも格闘やったけど逆に食らってるね。見ててくださいよ、この無敵のラビが客人をもてなしてやりますんで。アリーの登録情報から来たのマットスタンプと識別、ランキング最下位です。まあそこまで威力は当然ないんだけど。AP 残り 50%。 半分まで削られてる。俺のバットスタンプや。敵 AC を撃破。さて今度は上。好き放題やってくれているようだね。私らラッドは来るものは拒まないのがモットーだ。せいぜい歓迎しようじゃないか。こっち側か。せっかくです、招待に応じましょうか。レイブン、勝手に話を進めるんだけど、広域放送の人物について
情報を集めました。ドーザーに有力なのか、ラスト、その東北、カール。ジャンク技師とハッカー集団を引き連れて、ラストに加わったのが最後。うん、食らってるね。都市の実験を奪い、組織を急激に成長させています。倒したか？ちょっと待って、このミサイルは？あ、どっちだ？上か。AP、残り 50%。 なんだかんだで結構食らってしまってる。リペア、リペアあと1個。まあどこかで回復できるでしょう。何これ転がってくるんだけど、待って、他からも。あ、1体だけじゃないんだ。奥は倒したか今のは。まあそれでも2体で耐久すごい硬いわけでもないから。へえ、やるじゃないか。サプライないの？ん？特にこっちが通れるわけではないか。ん、なんで今のは。上行けってことでも。あ、上か。これジャンプできないから、うん、この水平に飛んでいくミサイル持ってきてよかった。上に打ち上がるミサイルだと攻撃ができない。今敵の反応。おお、サプライかなこれは。違うな、アクセス。うん、なんか操作がキーボードの操作になってしまってるんでね、どうしてそうなってるかわかんないけど。あ、これは今どうなった。とりあえず仮想区画の最奥に到達になってる。これもまた降ってきた。格闘の方がいいか。いや格闘、これ降ってきたところ格闘すればすぐ倒せそう。まあ上行けってのが分かるように上から降ってきたのか。うん、弾数限定的。ちょっと待って、何今の攻撃。もう1体敵いたはず。いや2体いる。どいつもこいつも不甲斐ないね。ボス戦か。安くつくんじゃないかと思えてきたよ。うん、こっちが敵。他たくさんいるね。これ範囲攻撃なので、うまくすれば他の敵にも当たってくれる可能性がある。どっちが早かった？敵倒せば何かお金最後得られるはずなんで、できるだけ倒しましょう。で上の方待って、まだ撃たれてんだけど。うん、隣さらに上。
うん、範囲で当たってくれるから。一つ前のね、チャプター1のボスでも活躍したけど、どうなんだろうね、他の人はどういう武装を使ってたのか興味あるね。慎重に行きましょう。違うよ違うよ、何やってんだこっち側。あー落下しちゃった。肝心の花火がまだだったね。なんか降ってる。これで壁越し。なるほど、今度のビジターは一筋縄ではいかないようだね。ダメージは通ってるんで。のんびり、ちょっと待って、寄りすぎじゃない？相変わらず武装間違えちゃうな。倒した。分かった、あんたの実力は分かったよビジター。降参するよ、これ以上は割に合わないからね。あ、これ通してやるよ、行きな。これでおしまいというわけではない、さらに奥に気になってる。どういう魂胆でしょうか。進んでみましょうレイブ。あー、こっち側、これサプライではない。いや、サプライ。ということはボス戦あるのかな、この補給がね、あるってことは。大抵補給あるところはボス戦があったりするから。行きましょう。うん、開いていく。まさかの一発さ、思いもしなかったな。補給完了してから耐久も多分マックスだったはずだと思うんだけど、まあこれだとジャンプしてどうにかするみたいな感じになると思うけど、もしくは上の方で何かずっといられる場所があるか。うん、ちょっと保護されてる、されてる。解体作業を行う無人重機のようですが、性能は侮れません。火災があるのは引き込まれている森です。気をつけて。となると逃げながらになるんだけど。火災を使われる後半で走行を固めています。どこかに弱点があるはず。それを探しましょう。どうだろう、真上から攻撃当てると可能性が高いよね、普通に考えてね。これ変に下行ってしまうと、よくないよ、下行くの。あー嘘、前回まで回復しないと。ジャンプが間に合ってないんだけど。ダメージを与えてないっぽいか。ああ、よくないよくない、この。違うよ、もうボタンミスはなんとかならんか。いや全然ダメージ取ってないもんな。間もなくなんだけど、よくない、あそこ、そこか。なんか今開いたんでね、ここで突っ込んで急に倒されるみたいなことないね。やめてみましょうか。聞いていた以上だ。あれ飛んでこないよね。クリーナーが笑えるのはこれからさ。このパターンを考えた。
上かと思ったらあそこ下なのかな。待って待って、なんか降ってきたんだけど、打ち上げてんのか。いや武装考えないとダメなんだろうけど、何がいいんだろうな。あんまり良い武装が思い浮かばない。ジャンプと上昇を上げるか、あと武装もな、マストベで撃つような武装、レーザー系でもいいと思うけど、ちょっと検討してきます。では行きましょうか。多少武装を切り替えて、で上昇、もう上昇速度が上がるようなね武装にもしてるんで、で武器もまた切り替えて、ミサイル変わら、え、なんか飛んできた。うん、まだがあんまりダメージ与えられてるという感じでもないので、あー、これ引っ掛けて何かするって手はあるか。どうなんだろう、真上狙うのかな。あ、どこ狙ってもあんまりダメージ取ってないかね。うわ、これはしょうがない。ん、なんだなんだなんだ、うん、弾を撃つことによって、ちょっと今は良くないよ、これ良くないんじゃない。弾を撃つことによってその場で少し足踏みみたいな感じで空中にいることができるんで、まあちょっと全然ダメージ与えてないんだけど、もう残弾が限定的、上でいいんだよね、これ場所間違ってる可能性あるから。合ってるか。ジャンプ間に合ってないの？あー、そっかそっか、上に対してなんか噴火みたいなものが来るから、必ずしも上が安全地帯ってわけじゃないんだ。ここない。見えてない、何これ、場所が悪い、場所悪い、何これちょっと待って、変なところ。ああ、引っかかってる、引っかかってる。よくない、よくない。うん、まあ、このって。まあ、に。ああ、何今の、大丈夫。これ、よくないよ、よくないよ。倒したよく分かんなかったけど、まあまあまあ上か、多分手前側、前側の
空いてた場所かな。完全停止です。完全停止。デジタ、私たちは不幸な出会いだった。あんたとは仲良くした方が賢明みたいだね。上層に行くんだろう。案内しようじゃないか。このハイカブリのカーラだね。ミッションクリア。よかった。まあ、一回ではないけど、まあ、やっぱりもうその都度武装を切り替えないとダメだからね。事前に買っとかないとダメかも。そしてパーツ何か手に入れている。うん。ログハントも。多分ログハンドの効果でこれ今手に入ったんでしょ。新着メッセージ、なし。レイブン、ラッドの頭目カーラから依頼が届いています。また何かの罠という可能性もありますが、彼女はあなたの実力を認めた模様。その線は薄いでしょう。ブリーフィングを確認してみてください。さて続いてこちらやっていきましょう。これは敵の排除。その説は世話になったね。あんたを上層に案内する約束だが、その前に一つ掃除を頼みたい。誰かさんが暴れてくれたおかげでうちの警備はボロボロだ。そこをついてくる商売敵のドーザーがいるのさ。ジャンカー・コヨーテス。連中は私らを目の敵にしていてね。いつも嗅ぎ回り、隙あれば噛みついてきやがる。まったく、強量でつまらない連中だよ。だが一点、連中が使ってる MT は闇市に流れたうちの製品だ。頭も手足もバカ揃いだが、道具選びのセンスだけは褒めてやろうかね。さ、あんたが散らかした分は片付けてもらうよ。この場合は余計散らかるか。まあいい、分かったらさっさと出な。では行きましょうか。あなたのハンドラーに無断での出撃が連続してしまいましたが、せっかくの機会です。引き続き私がサポートします。メインシステム戦闘モード起動。始めるよビジター。つまらない雇用手どもぶちのめしてきな。レイブ、すでに攻め込まれているようです。対処しましょう。うん、行きましょう。おい、 AC が出てきたぞ。見たことねえ機体だ。カーラの野郎、ビジターに金を釣りやがったな。あれ、これ武装なんか違ってる。いや、違ってるんじゃないか。右手、いや、装備してるよね。大丈夫か。あんなのまで市場に流れてるとはね。防止性のガードメカに改造が施されているようです。火砲と脚力、それぞれ強化されています。あー、なんか武装間違えたな。アサルト持ってきたかったんだけど、一回一回押さなければいけないタイプの武装になってるね。で、この接近の攻撃少し変えてきました。新しいものに。ファイルバンカー、なんかとつっつくね、タイプの。ここは片付いたね。続けようか、ビジター。この適正機体反応をマーカーに反映します。このトゲを刺すかのようなね。うちの MT は下がらせといたよ。あんた一人で十分そうだったからね。回したってわけさ。これ開かないか。
さて一番近いのは、なんか来やがったぜ。ありゃ間抜けのラミじゃねえな、ラッドの親友か。ちょっと待って、左側からなんか食らってるかのような。ラミーはあんたがやっちまったからね。あんなんでも番犬程度にはなったんだが、ちょっとあれだな、やっぱり押しっぱなしで弾が出ないと辛いな自分。あー、よくない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 、いつもの癖で押しっぱなしにしてるから全然弾出ないなとかね思ってみたけど、こっち側にはいない。ここら辺ならば、射程範囲外か。違うってあっさにもいるのか。違うよ違うよ嫌になっちゃうな、この操作ミス。何の癖なんだろう自分。何かの癖で多分こうなってる可能性あるんだけど。本当にミッションおしまい、おしまいっぽいね。こういうのがもっと多ければね。さてどんな感じになるのか。新着メッセージ一件。メイラムの依頼を確認して出撃したようだな。大陸間輸送用カーゴランチャーを使うというのも発想としては悪くない、お前はそのまま表現を目指せ。着く頃には俺の野暮用も片付いているはずだ。ということでさらに行きましょうになってるけど、武装、これが間違ってた。ハンドガンじゃなくアサルトライフル。ではさらに海越え、これはチャプター最終ミッション。何、チャプター1すごく長かったのにチャプター2がもう3つぐらい、3つぐらいで到達になってるんだけど、これクリアできるかな。他のことやってからの方がいいような気がする。ちょっと事前にアリーナやってこのチップ稼いで OST チップでまた強化チューニングやってそれから挑もうかと思います。では行きましょうか、チャプター2海越え。引き続きグリッド086を進行し大陸間輸送用カーゴランチャーを目指します。カーラからは約束通り案内をするとの連絡が入っています。ローザーの言うことをどこまで信用していいかは分かりませんが、情報を得る意味でもまずは話に乗ってみましょう。ところでレイブン、彼女の二つのハイかぶりですが、これはルビコニアンの間でアイビスの火の生き残りを指す言葉になります。あの災害が起きたのは半世紀も前のこと。ドーザー特有のヨタ話の類でしょうか。とりあえず標準的な装備で行ってまた多分何かしらいじくらないとダメになるんでしょう。行きましょう。あなたと出撃するのはこれで3度目ですね。少し慣れてきましたレイブン。システム戦闘モード起動。行きましょうか。始めるよベジター。
伝えた通りだが、案内は任せな。あんたには恩を売っておくのも悪くない。うん、単純に移動だけであればいいけどね。多分ボス戦もあるんでしょう、またあと。リフトで登った先はグリッドのてっぺん、外角に当たる区画だが、残念ながらそこは私らの縄張りじゃない。わかるかい、封鎖機構が衛星軌道から睨んでやがるのさ。ドーザーってのは総じて頭のネジが緩い。度胸試しに向かう奴もいたが、結果はお察しさ。うん、というわけで、なんだろう、上からまたレーザー降ってくるとかか。しました、マーカー情報を送信します。カーラの言う通り、この高度は封鎖衛星の狙撃圏内になっているようです。え、どうかわせっての。はぁ、AP 残り 50% 排除します。まあ音で、いや音を聞いた後に動いてもダメだったな。もっとギリギリかしょうもない倒され方したけど、どっからリトライだろう。また上に上がるところ、まあそんなわけないか。なんだろうな、上レーザーを防げる場所があるのかどうか。こうした場所で防げる可能性あるんだけど、影になってる場所。向こうが池になっている。立ち入り禁止区域への侵入者を検出、対象を排除。この今影のところにいる。いや、でも影だから安全だったって今わけじゃなさそうだな。はい、ここからは隠れる場所はなさそうだね。横に焼かれるんじゃないよ。極めて出力の高いレーザーです。周囲をレイル。うん、周囲をって言われてもな。やるじゃないか、ベジタ。どうにもなんないでしょ。いや、なんか下通れるとかあんのかな。どうしろっての。何かはあるんだろうけど、やっぱりここ下だよね。この下でなんか池とかそんな感じじゃないの。これレーザー届くのかどうかの問題あるけど、封鎖機構の警備システムのようです。ここ一直線は大丈夫そうだけど、その後だよな。できるっぽいか、大丈夫か、こここんなすぐそばにいるんだけど。まあそこ下ルートありそうだな。本当あるかこれ。どうやっていく。まあこういったところを、ここからは隠れる場所はなさそうだね。強行突破するしかないんです。食らうじゃん。焼かれるんじゃないよ。極めて出力の高いレーザーです。注意をレイブ。ここ行った方がいいんじゃない。やるじゃないか、ベジタ。レーザー今当たるのかな。これ大丈夫。まあ多分撃った後に時間あるから、その間に行けたと思うけど。なんで今撃たれた。これ隠れられてない。AP 残り 30%。 カーゴランチャーまであと少
少し。封鎖施設に接近する侵入者を検出。せっかくだ、ついでに掃除を頼もうか、ビジター。気に入らない上の住人には退去してもらおう。 AP 残り 50%。 今何食らったんだろう。ミッションアップデート、片付いたみたいだね。うん、カーゴランチャーを起動しようか。あれです、コンテナにアクセスしてください。これか。あ、ちょっと待って、行き過ぎた。ひょっとしたら、ここ撃たれないか。うわ、違うわ、サプライポイントだった。ということはこの後ボスがいるってことか。で、この場所、あとはあんたがそいつに乗り込んで。待ってください、適正反応。この機体は、あんたまずいのに絡まれたよ。新兵器、新スパイダー型。うん、まあ見えてない。ろくでもない危険の一産が ここまでか。ちょっと待って、さすがに危険ないものにはかなわないか。逃げらんなかったんだけど、どうするかな。まあ武装はとりあえず変えましょう。とりあえずもう一回これ調べるところから。距離を離せば多分何とでもなると思うので。この機体は、でレーザー系を一応アップグレードしてるはずだから。あんた、まずいのに絡まれたよ。何これ、ダメージ食らってんね。新スパイダー型、ろくでもない危険の一産がこんなところに入ってきてないの。通常の機体ではない。でも注意。逃げ切れてないんだよな。作った技研はアイビスの火で滅んだが、連中は研究に取り憑かれた強靭な集まりだった。油断するんじゃないよ。リペアキット、ダンス。AP、残り5%。食らってる。ヒット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 、ここで接近だけど、あんまり削れてないな、面白くないな。なんか今上、ミサイル、まあ高速移動でやればなんとでもなんかなりそうな感じがする。あー、ヒット行き止まりだ。これ押すの疲れるんだけど、なんだ今の見てなかったな。レイブ、機体が損傷しています。オーバーヒートになってる。まったく、なんて物騒なものを放し飼いにしてやがる。ああ、何がいいんだろうな、武装。ここまでかい。わあ、変な当たり方した。さすがに危険ないものにはかなわないか。ちょっとわからんな。まあ、またヒント出るまで待つって手もあるけど。考えましょう。さて、武装切り替えて、また入れましょうか。待ってください、適正反応。この初手、あれ武装を切り替えたつもりだったけど、いやいや、これを手つけたはず。まずいのに絡まれたよ。新兵器、新スパイダー型、ろくでもない危険の一産が、こんなところに配備されていたとはね。ジェネレーターからコーラル反応。ああ、そうだそうだ、接近攻撃ないんだ。一生懸命今寄ったけど。ビジター、そいつは作った技研、まあ、あれか、空飛べばいいのか。連中は研究に取り憑かれた強靭な集まりだった。空飛んどけばどうということはない。で、空飛んで、これバズーカで、ああ、今当たってないな。そして食らってる。これも食らってる。
ょっとこの右手が良くないかもしれない。押すのが疲れるのと、いやダメだ、ジャンプしても間に合ってない。レイダー、機体が損傷しています。回避に集中を。何かヒントないの？あー、どうにもなんないな。3回くらい倒されたらヒント来るんじゃないの？違うのかな？来ないか。さて、再度行きましょう。うん、この同じ武装持ってきてるんで、これで今結構敵のゲージを持ってきてるような気がする。あ、今当たんなかった？うん、まあでも与えるダメージは少ないな。でも逆にかわすことに集中できるから、あんまり弾数がないから。その点はいいのかもしれない。うん、まあここ何もできなくなるんでね。一応キックはできるけど、さてちゃんとかわしましょうか。あー、ちょっと距離離れすぎたな。今が当たんの？レイブ、機体が損傷しています。回避に集中を。なるか。いやー、使い難しい。わかんないな、何がいいのか。さて行きましょう。この機体は、うん、ファイルバンカーで。あんた、まずいのに絡まれたよ。新兵器、新スパイダー型。うん、ダメージ与えてる。こんなところに配備されていたとはね。ダメか。ほんでこれ垂直ミサイル。通常の機体ではない。レイブ、注意。ビジター、そいつを使った危険はアイビスの火で炎だ。あーっと、どうなってる？食らってはないぞ。研究は研究に取り憑かれた狂人の集まりだった。油断するんじゃないよ。ちょっと間に合わないか。突っ込みたかったけど。うん、今の食らうの？隠すいた。よくないね。ある程度は倒してるんだろうけど、今のかわしてない。いや、今ジャンプしたつもりなんだけど、あんまり上に行ってなかった。うん、まあこの繰り返しでいけそうだね。それは聞いてないよ。あー、まあでもまだ半分か。足止めるのは良くないけど、敵をひるませるにはやっぱりバズーカ有効なんだよね。で、接近の武装も決して悪くはないと思うけど。さて行きましょうか。あんた、まずいのに絡まれたよ。まあこの段階でもほぼほぼ、あー、よくない、よくない。どうにもなってないね。2回か。ちょっと途中でなんかエネルギーがなくなってる。うん、どうすべきか。
引っかかるね、結構。あー、もったいなかったな、今の。うわ、急に今失敗してる。よくない、よくない。で、リピアなくなった。まあ、それでも勝てるね。勝てない敵ではない。それだけ分かるだけでも十分。第2段階みたいなものが来られるとね、結構困るんだけど、もう一回。キックやってくんない？キック失敗してるかな？すごい近い距離だとなかなかキックが出ないみたいなパターンもあるんで。あ、そう。残り 30%。 レイブ、機体が損傷しています。回避に集中を。おいおい、どんな。いや、第二形態来たね。ないかと思ったけど。危険です。うちの製品開発のヒントにもなりそうだ。久々に工房にこもりたい気分だね。バーダメだ。変なタイミングでボタン押しちゃってる。敵損傷拡大、あと一息です。レイブ、本当か？しまいないよ、あれでもね。やられた。まあでも勝てなくはないと思うので、ちょっともうこの後はだんまりでまたクリア目指してやっていきたいと思います。あとはあんたがそいつに乗り込んで。待ってください、適正反応。この機体は。あんた、まずいのに絡まれたよ。新兵器、新スパイダー型、通常の機体ではない。レイブ、注意。ベジタ、そいつを作った技研はアイビスの火で滅んだが、連中は研究に取り憑かれた強靭な集まりだった。油断するんじゃないよ。敵損も効いています。レイブ、というわけで無事クリアとなりましたが。時間かかったな。30分ぐらいかかったような気がする。動力に使うなんて。面白いものを見せてもらったよ、ベジタ。さて、本来の目的に戻ろうか。さっさとコンテナに乗り込みな。操作はこっちでやる。終わってないんだ。ああ、大丈夫か。ミッションアップデート。いや、終わってないぞ。まあここで倒されても大丈夫だと思うけど。よし、始めるよ。
うん、今回でも。チャプター1と比べては楽だった。ところでビジター。あんた、あのウォルターに飼われてるんだって？主人を選べる犬はいないが。それにしたって、あんたは運がない。全く同情するよ。それからもう一つ、こいつはあくまで物資輸送のための代物だ。友人で打ち出されるのはあんたが初めてになるだろうね。レイブン、ああ、あなたには見えているのですね。このルビコンを滞留するコーラルたちの声が。ウォルターの見立ては当たっています。コーラルはこの捨てられた極地のどこかに。ということで無事クリア、ミッション2というかチャプター2。強化人間 C4621 通常モード移行。新着メッセージ2件。621中央表現に到達したようだな。俺の方も野暮用が片付いたところだ。アーキバスは別ルートで現地入りし、調査部隊を展開しようとしている。ベイランもお前の先行調査を受け追いついてきたらしい。場所が変わっても企業たちのやることは同じだ。お前はそれを利用しろ。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいて D ランク帯の仮想戦闘が開放されています。ここから注意ランカーです。戦闘技能のさらなる向上にお役立てください。ということで新たなアリーナ開放。レイブン、アリーナについて調べていたのですが、その中で興味深いものが見つかりました。ネストとだけ記載された用途不明なネットワークサービスです。非公開かつ暗号化された特殊な傭兵支援プログラムのようですが、エントリーできるよう裏口を作ったので、気が向いたら覗いてみるのもいいでしょう。ということで、このネストがオンライン対戦になるのかな？どうなんだろう？新しいパーツも。だから買うお金が、うん、これ今、オンライン対戦で書いてあるね。自分オフラインモードにしてるので、多分これ、使えないと思うけど、うん、オフラインモードのため、開始できませんになってるけど、普通の人は遊ぶことが可能になっている。新たな武装とか来るのはいいんだけどな。でもこれアサルトで上位じゃない？上位のもの。でも110は、以前170ぐらいなかったかな？
まあ、ここら辺買えるんで、まあ、アサルトに関しては買っておきましょうか。他、何かしら武装着てるけど、やっぱり買えないよね、お金がないから。お金がないのと、今ここでお金使ってしまうとね、後々苦労しそうだから。このパルス状のまた何かしら防壁の敵が来たら買う必要がありそう。といったところで、まあ一通り暇がある時見ておきたいと思います。とりあえずチャプター2クリアで、次回チャプター3またやっていきます。次回以降も再生リストから続きご覧ください。ではでは。